ギリス南西部の町バース。18世紀ジョージ王朝時代に建設された美しい町並みが世界遺産に登録されています。観光地として知られるバースにはもう一つ有名な場所があります。それはイギリスでただ一つしかない温泉です。バースという町の名は英語でお風呂を意味します。ローマ帝国の支配下にあった2000年前から温泉街として栄えてきました。ところがバースには現在温泉を利用できる施設が一つもありません。そこで町の顔ともいえる温泉スパを建設する計画が立ち上がりました。温泉の復活は町の悲願。しかし問題が相次ぎ計画は暗礁に乗り上げてしまいました。果たして温泉が復活する日はやってくるのか。町の誇りと伝統を取り戻すために奮闘する人々を追います。